Woo!
これでおしまいなんだから。燃え燃えピピピ燃えピピピ。ダメだ燃えピ、君は良い魔法少女じゃないか。魔法で人を傷つけたりしてはいけないって練馬区麻薬本製の決まり12条に書いてあるじゃないか。私なんてことを。ありがとう風間くん、あなたの言葉で目が覚めたわ。モエティなら必ず目を覚ましてくれるって信じてたよ。モエモエピピピモエピピ。これでみんなこのステージから出ることができるわ。ねえ、風間くん。え？なんだよ、その目は。風間くん、なんで練馬区麻薬本制の決まり12条なんて知ってるの？え？いやあ、ああいう場面では、あんな風に振る舞うのがお決まりじゃないか。詳しいね。やっぱり風間くんって、モエティを見てるんですよ。うるさいな。僕はフィギュアを壊すのがかわいそうに思っただけだよ。なんだよ、まだ何か言いたいのか。別に。あ、風間くん、モエティがホームステイしているうちの子なんて言ったっけ。ハツキちゃんだよ。モエティと何をするのも一緒の妹みたいな女の子なんだよね。やっぱりモエティのファンなんじゃ。さすがしんちゃん、選ばれしママちゃん。いやー、それほどでも。それにしても育ちは楽じゃないぞ。ほらもうくたくた。頑張れ、スノスケ、もう少しだ。しんちゃん、最初。あとは真ん中にある大きなお城だけだな。あれは、極上たる。キャルトちゃん、あのお城の中はどうなってるの？あそこは、このショックダウンの中央部。私の生まれた場所、キャル。ディズニーやデカール、ブリスタンショックダウンにすべてのフィギュアはこのお城で生まれたのじゃ。あそこには私たちフィギュアのお父さんお母さんがいるじゃ。ナリコちゃんの父ちゃんと母ちゃん。つまりあの中はフィギュア工場で、お父さんとお母さんというのは造形師ってことだな。ナリコちゃんの父ちゃん母ちゃんはピエロだったのか。それは造形師だよ。そうじゃなくて造形師、つまりキャルトちゃんたちを作る職人さんってことさ。お父さんお母さんが真心込めて作ってくれたおかげで私たちはフィギュアとして輝けるのけど、でもブリスターたちはショックダウンを襲った悲しみに心をとらわれてしまい、人間への憎しみのあまり魔人となることで得た魔力でお父さんとお母さんはフィギュアに変えてしまったのじゃ。どうしてそんなことを。私たちの親なんだもの、私たちと同じ姿になるのは当然ですわ。デカール、我々と同じ年を取ることなく永遠に美しい姿となる。俺クボちゃんたちと同じ気持ちを共に感じるのだって。ブリスタ、レイディ、お願い、お父さんお母さんを元の姿に戻してくる。キャルトよ、なぜわからないのだ。父上も母上もフィギュアでいる方が幸せなのだ。我々と共にその芸術性で人々に尊敬され、時を取ることもないで永遠の姿。人間どもに汚されることなく直眼の世界に暮らす、それがどれほど幸せであることか。
尊敬され、年を取ることのない永遠の姿。父ちゃん、母ちゃん、そしてもう一度フィギュアになるのもいいかなーなんて思ってない？あんも父ちゃんで顔を産んじゃ尊敬されるどころじゃないぞ。母ちゃんも鬼ババみたいじゃ全然美しくないぞ。おっと、そうだった。いけないいけない。お父さんとお母さんはクオリティの高さを褒めてもらいたくて私たちを作ったんじゃないけど。はいはい、お利口さんのお説教はもううんざり。いくら可愛くたって人間に味方する裏切り者はいるかんべ。こっちに来るべ。お熊のそばになんか行きませんから。むきならば必ずどけや。こら、サルコちゃんの大好きな骨格ですよ。そんなもので、サルね、この誘惑には勝てませんからね。はい、捕まえた。このままショックゾーンに運ぶ。お父さんもお母様の前でうーんとお仕置きしてあげて。あっ、うわ、ここにいる人間どもよ、ここから先は直感持ってあばらの立ち入るところではない。お前らのような愚か者ども我が子で人に加えるほどもあっ、自信もない。目障りだ。お隣と消え失せろ。そして引き当てるがいい。ちょっと待って、トリクマちゃんのクマタマッチを取り返してて。あんな下品なのもない方がよくて。トリクマちゃん、気を付いたんだペアだ。ちょっと寂しいペアだ。ねえ見て、トリクマちゃんのプリティなクマタマッチはお前たちもくっつけるって最初に来るんだよ。こんな奴らに構ってる暇はない。行くぞ、レジン、レカール。こんな奴らとは何よ。ねえ、これからどうする。どうするったって、このままってわけには。ねえ、風間くん、風間くんがさっきフィギュアを壊すのはかわいそうって言ったよね。だったらギャルコちゃんがお仕置きされるのも放っておけないよね。うん、僕はフィギュアのリアルなところが好きだから。ネリは綺麗なところが好き。僕はかっこいいところが好き。僕は感動を与えてくれるフィギュアが。村はフィギュアのことはよくわからないけど、カルコちゃんは可愛いぞ。おもちゃと遊ぶのが大好きだぞ。よし、俺は決めたぞ。カルコちゃんを助けするぞ。しんちゃん、よく言った、抜け。これでこそ俺の息子だ。おーっ、壁防衛隊ファイヤー。Oh!